ただいま、今、さっき、帰って参りました。今日もね、お疲れ様ですよ、皆さん。あ、挨拶忘れてた。リュナリュナ、どうも、リュナでーす。今日は、ただ、マクドナルドを食べる動画です。皆さんも一緒にマクドナルドを食べようよ。とりあえず飲み物を飲みたいからコーラを飲む。あいた、早く眠たくなってきた。いただきます。うぅ、生き返る。本当の企画はベーコンポテトパイをデビューしようかなと思ったけど、そのままマックも買ってきたからマック食べようと思います。いただきます。ポテト、ナゲットも新しいソースがあったので、それも一緒に買ってまいりました。ポリタンソースとスタミ焼肉マヨネーズ。自分的にはこっちの方が美味しそうだなと思う。スタミ焼肉マヨネーズ。これ。お、ナポリタンの匂いがする。いただきます。こんな感じ、色。なんかバーベキューとそんな変わらない。なんかソースの味がナゲットの味に負けて味がわかんない。微妙だね。次、スタミ焼肉マヨネーズを使います。うん、匂いはマヨネーズの匂い。こんな色。いただき。こっちの方が美味しい。マヨネーズの味、まあ、デブはマヨネーズが好きだから当たり前。僕はこっち派です。うまい。ポテトにつけても美味しい。焼肉マヨネーズおすすめ、めっちゃうまい。これはまた買いたい。うまっ。美味しい。ナゲット完食です。ポテト多い。ちょっといらなかったわ。ちょっとお腹いっぱい。調子乗ってさ、エビフィレオセットにポテト、コーラ、単品でナゲットとポテトパイを頼んだから絶対死ぬ。いつの間にかの大食い動画。頑張ります。エビフィレオ食べます。オニオンとソースを多めにして、一番下のバンズに、さっきのナゲットの焼肉マヨネーズみたいなのをちょっとつけてみたけど、そんな変わらない。あ、お腹いっぱい。
美味しい。自分がいつも頼むのはエビフィレオか照り焼きチキンフィレオみたいなやつ、あれを毎回食べます。ラスト一口。やっとですよ。ベーコンポテトパイ、こちらを食べてみたいと思います。なんか美味しいってさ、めっちゃ人気だよね。いただくよ。うまい。なんかベーコンの味が効いてるポテトパイ。パイ生地はあのアップルパイと一緒の生地でサクサクしてる。美味しい。これレギュラーメニューになっているのにね。ごちそうさまでした。いっぱい食べたもん、お腹いっぱい。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。マック食べたくなったって思ってくれた方もグッドボタン、ピンクのパーカー似合ってるよって思ってくれた方もグッドボタン、ゲップくれば、チャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。